皆様こんばんは鉄道考察系チャンネルの UP です今回は最強線に衝撃の新種別と新型車両の導入が決定した件について解説していきますなんと先日 JR 東日本から最強川越線系統に新種別の小江戸特快がデビューすることが発表されました 突如として新種別が出る理由は不明ですが東部の川越特急への対抗が大きな理由かと思われます新種別名は小江戸特快で快速の一部運用に変わる形で運行するそうです大宮から先川越線内も通過駅があることが判明しており埼京船内の停車駅は通勤快速と同じになるそうです 中央線のホリデー快速奥多摩号みたいな感じですね。それと何より衝撃だったのが E235 系の導入です。小江戸特会の新設発表と同時に実は最強線系統に E235 系を導入する計画も発表されています。E235 系にはドアに塗装している0番台とドアの塗装がなく、 帯が入っているタイプの1000番台の2種類がいますが埼京線にはどちらが来るのか気になりますね埼京線は近い将来ホームドアが設置されるので個人的にはホームドアがあっても分かりやすいよう0番台タイプの塗装になると考えています。ということで今回は埼京線に新種別と新型車両の導入が発表された件について解説していきました。 今回の動画はいかがでしたでしょうかぜひコメント欄でご意見ご感想を教えてください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。